AKB48 めっちゃ声が変な感じ。はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきます。今日は30分ぐらいなんですけどね、ショールームしますよ。さあ、今日は何の話していこうかな。あ、でも今日はあの話しようかな。最近あのメールでは書いたんだけど、最近っていうか昨日なんですけど、昨日からドラマをちょっとずつ見るようになりまして、まあ、ちょっとずつって言っても1日1話ぐらいで、まあ昨日見て今日見てっていうだけなんで、ほんと始めたばっかりって感じなんですけど、そう、なんかすごいドラマを見たくなりまして、まあ、なんか気になるドラマはいくつかあったんですよ。ただまあ見てないっていうのが多くて、でなんか一昨日ぐらいに、まあ私よりもすごい家族の方がドラマ見ること多くて、でなんかあれだ、家族が東京 MER の劇場版を見に行ってたんだったかな。で、私はあの知らないから見に行ってないんだけど、そう。で、なんかめっちゃ良かったよみたいな話を聞いて、それ多分それきっかけで、なんか私もすごいドラマ見たくなったなって思って、そう。そう、なんかめちゃめちゃ、特にお父さんがめっちゃ良かった、東京 MER の劇場版ってめっちゃ言ってて、超言ってたんですよ。そうで、なんかね、それで私も見たくなって見始めました。グッドドクターです。はい、全然違うんですけど、そう、グッドドクターはあの放送されてた時にカレンちゃんと見たことあったんですよ。どっかの話、1話だけ、一番最初の話とかじゃなくて、多分3話とかだった気がするんだけど、3話だけ見たことがあって、なんか面白そうだなって思いながら、ちょっとそっから見る機会逃してたんですけど、今になって見始めました。そう、私はね、結構あのドラマをねそんなに見ないんですけど、あの中でも医療系ドラマは割と見てる方ではないか、でも私が見てる数少ない中で医療系ドラマはいくつかあるので、そう、なんかついついなんか医療系ドラマを見ようって思って見ちゃうので、そう。うん、なんかなんでかって言われると別に理由はないんだけどね、医療ドラマを見ます。特にまあ私本当に、私は数少ない今まで見たことあるドラマの中でもうトップレベルに好きなのはドクターコトー診療所なんですけど、はい、
そう、もう私の中では本当ドクターコトー診療所なんですけど、あとは、まあ、救命病棟24時も見たことはあって、あとアンナチュラルも一応医療系ドラマになるのかわからないんだけれども、アンナチュラルもちょいちょい飛ばし飛ばしだけど、飛ばし飛ばし、そう最初の方見れてないんだけど、めっちゃ好きでアンナチュラルも、いや、まあドクターコトーが好きだから医療系好きっていうのはまた違う気がするかな。なんでかは分かんないんだけどね、本当に本当になんでか自分でも分からないんだけど、医療系を見てしまうかな。外国はね、そもそも外国のドラマ見ないんですよ、全然。そう、全然見ない、見ないね、見ない。北京バイオリンってさ、あ、まあ、医療系全く関係ないんだけど、まあ、あれは映画かドラマじゃなくて、確か北京バイオリンってでも日本のじゃないよね。どうだったかな。ちょっと調べよう。そう、小さい頃にね、北京バイオリン見たことあって、あれ多分映画なんだよね。確か。もうどんな話かも覚えてないんやけど。あ、中国映画だった。あまりちゃんと覚えてないからまた見たいんだよね。でもそう、なんかそれでさ、昨日恋愛ドラマの話をしたんですよ。でもそしたら私恋愛ドラマってちゃんと見たことないかもしれないって思って、そう、こう数少ない私が見たことあるドラマをなんか掘り返しても恋愛ドラマってないなって思ってさ、見たこと、そりゃ漫画原作のドラマって最近多いじゃないですか、恋愛ドラマ。それを漫画原作の方は読んだことあるよっていうこと多いんだけど、恋愛ドラマを見たことがない。難しいね家族はよく見るけど私はね一緒に見ないですね、基本的には。はい、なんかちゃんと見たのって、いやでもメイちゃんの執事は恋愛ドラマだと思ってたんだけど恋愛ドラマじゃないのかな、学園もの、どっちかっていうと分かんないね。そう、ほとんど見たことないなって思ってね。ほとんどないからね。まあでも私はちょっとねグッドドクターを
ぼちぼち見進めていこうかなって思ってます。アンナチュラルも見たいんだよね。途中からしか見てないから、最初の方見てないんですよ、アンナチュラル。そうそう、まあ、最近というか昨日今日の話なんですけど、最近はこんなことあるよみたいなのはそれぐらいかな。あとはあれだ、6月5日にサムネイル公演出演させていただきます。ハッツの初日です。やったー。そう、宇多田ハツカちゃん久しぶりの劇場公演。まあ、あのチーム8のね、その雫公演には一回出てるけども、初めてのサムネイル公演ということで嬉しいです。私初と劇場公演に立てるのは久しぶりなので、そう、あの特別公演以外はね、そのチーム8の特別あの周年公演以外では、その通常公演っていうのかな、では本当一緒に出るの久しぶりだから超楽しみ。楽しみ、マジで。イエイ。そう、だからぜひ6月5日お越しください。お待ちしております。さあ、まあそう、ここら辺かな話は。さてと、今日はここから何の話をしていこう。ちょっと目薬入れますね。ちょっと目がしょぼしょぼしてきたから。そう、前髪だいぶ伸びたからそろそろ切りたいんだよね。あれだ、今日で5月終わりだよ。みんな知ってた？私はめっちゃびっくりした。明日から6月か。なんかあっという間でしたね。5月もなんだかんだで割と長いかなとか思ったら、ほんとあっという間で、でしかももう明日からね下半期に入るみたいでさ、びっくりだよね本当に。なんかそう思うと早かったなって思います、私的には。まあ、上半期はね本当に大好きな
ジョブラブも終わってね、ちょっとチームメイトも活動休止になっちゃって、まあいろんなこともありましたけれどもね、明日からの下半期はなんかいいスタート切れたらいいなって思いますね。そう、まあ、そう、昨日はねゆうなの卒業公演があってね、本当に何か一人とちょっとね卒業していってしまうっていう事実は寂しいんですけど、めちゃめちゃでもね、まあこれからもう、まあ、ゆうなはゆうならしくね頑張っていてくれたら嬉しいなって思います。そう、ツイッターでねゆうな あのドレス姿のね見たんですけど、めっちゃ綺麗だった、超可愛かったし、超綺麗だったからね。でも本当にね、後輩のことちゃんと見てて、メンバーをちゃんとまとめてくれる、なんかすごい偉そうな言い方ですけど、メンバーでね、私はあんまり人をまとめられず、後ろからついていく方が気楽だなと思ってしまうタイプなので、そう、なんかユーナっていう存在が結構ねありがたいなって思いました、すごく。うん、まあこれは卒業メッセージでも言ったんだけど、確かにね、みんな結構卒業公演で駆けつけた子が多くって、やっぱりそれってほんと素敵だよなって思ってね。なんかまあちょっとね、羨ましいって言ったらまた変な言い方だけど、ちょっと羨ましいなと思いつつ、で本当にゆうなは本当に、なんだろう、人と仲良くなるのが上手だからね。本当素敵だなって思いました。
ですね。まああと8分ぐらいか。何か話せることあるかな。こんばんは、ヤッホー。そういえばあれだ、今日からだっけ、あのマックのさ、あの平成バーガー大復活が始まりましたよね。なんか平成に誕生したなんか3つの、多分期間限定だったのかな、ハンバーガーがね復活して、なんか卵ダブルとジューシーチキンブラックペッパーと焙煎ごまエビフィレオの3つが出たみたいで、私はもうね卵ダブルもすごい気になるけど、ごまエビフィレオが超気になる。絶対に食べたいです、これは。マジで絶対にって言いながらもう食べられるとあんまり思ってないんですけど、ぶっちゃけでも食べたいな、バーガー食べたいな。結局なんか喫茶のプリンパイも多分食べられないだろうしさ、うん、いちご大福パイも食べられなかったしさ、サムライマックも食べてみたいんだけどね。一応プリンパイはまだやってはいるんだね。食べたいんだけどね。まあでも多分無理だろうなって思ってる もう私はね、もうこのマックの食べたいな、でもどうせ食べ絶対食べに行こうって思ってね食べに行けないっていうのをもう何十回とやってきてるんで、本当ね勘弁してくれって思いますね。
当に、もう本当にね、私は毎回毎回それを繰り返してるんだ。私もマックね食べたの月見バーガーが最後ですね長いめっちゃ前本当に、まあもうぜひ私の代わりに皆さん食べてください。本当にね、もう食べない自信しかないです。はい、というわけで、じゃあ今日はちょっと短いんですけどね、ここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。じゃあランキングをね読んで終わりますよ。13位から13位、キャパさん、12位ユミさん、11位がタズ太郎さん、10位がマイさん、9位メイさんかな、メイさんかな、で9位が大粒ちゃん、8位マモさん、7位メソさん、6位カラスのカーコさん、5位夏目さん、4位が出水施設さん、3位メソさん、2位アンさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またね。